ベータ。これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍、アザモ浦を取り返すため、お力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる？で、どこに囚われた？一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る？門は開かぬぞ。 正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。恩に来ます。
Perdiu! お侍、この縄を切ってくだされ。 待たせてしまったな。 もう安全だ。 タカという鍛冶屋のように、 わしも殺されるかと思いました。 タカは村から逃げた。 安心しろ。 しばらく身を隠せ。 まだ兵がおります。
どうかお助けください。動くな。怪我は？ありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。村長もどこかの家に引きずられていきました。手遅れになる前にどうか。この掟を受け入れれば、大ハーンをお許しくださる。この場面は前を出す。いかにも。もうこの掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され、諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。
猛虎の隊長に家を乗っ取られました。どうか奴も退治なさってください。あと少しで殺されるところでした。ありがとうございます。今少しだけ辛抱してくれ。恩に来ます。ここで死ぬかと思いました。動けるな。安心するな、行け。侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。Yeah!
とつな、侍。役立つものばかりです。お役に立てば幸いです。また頼むぞ。どうかお気をつけください。どんなよ。呪いでも結構です。さあ私にお任せください。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。酒井様、よろしいでしょうか。話があります。ああ、何事だ。ここではお話できません。こちらへ。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、滅相もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何用か申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出て
そのまま夜明けまで戻ってこないのです。夕べ後をつけたら墓所の近くにあるあばら屋で野盗と会っていました。野盗だと？それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。せっ、ございません。恐れながら素材が足りないようです、お侍様。
うちの道具を見ていってください。これほどの品はありません。礼を言う。あなたのご武運を願ってます。Legion, Jacinta.
ハルオタがここで雇うとあっておるそうだが人はおらぬか調べてみよう灰が多いな幾度も火がつけられたようだ誰かの飯食ったばかりだ死ぬのか。わずかに血が。おそらく朝手だな。これは確かに怪しいな。一度隠れて、ハルオや野党が戻ってくるのを待ってみるか。村からは無事に出られたか。 ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた？神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ？誰か来ないかよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが 今の行くぞ。運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になった。いっそ皆殺してくれりゃな。 もうすぐだ。さっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。アリ塚の上で貼り付けにされたんだ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃ早く済ませよう。何をしておる。 ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ。嫌な感じがする。よし、これで安全だ。 お主ら、そこを動くな。まずい。つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなたさまでよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマウラから猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。 どうした？みんな置いてきたのか？小屋が見つかったんだ！
みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。戦える者は俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は手近なものを使え。猛虎だ。四方から来るぞ。隠れ。さあ敵。誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。この者らは猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え人助けをしたいのです。ならばアザモ浦に連れて行こう。あそこなら安全だ。止まれ。野党どもが何の用だ。村には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうとも、かくまってやってくれ。ですが、信用できません。こやつらは猛虎と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。ヌルの夫の調子はどうだ。笹の葉で煎じた茶を飲ませた。あっという間に吐き出してしまう。
だったら大根か生姜を食べさせてやれ。もう残ってない。志村様のご無事を願って絶えず祈りを捧げております。鎧を仕立て直しましょうか。助かった。